百武三郎は日本の海軍軍人、海軍大将、自重長。二人の弟、百武元吾は海軍大将、百武春吉は陸軍中将。三郎、元吾は海軍史上唯一組の海軍大将兄弟である。佐賀藩士、百武庭倉の三男として生まれる。佐賀中学、攻撃者を経て1892年。 海軍兵学校を主席で卒業。少尉候補生として、松島に乗り組み日清戦争に従軍。1894年に、少尉人官、八島海港委員として、イギリス出張。1902年、海軍大学校卒業。その後、クレチンジフ参謀、日清水雷町を経て、第三艦隊参謀として、日露戦争に従軍。 日本海海戦を戦った。第四艦隊参謀を経て、1905年からドイツ、オーストリアに駐在し、1910年に帰国。朝日副長、軍務局員、岩手艦長、伊勢木総員長、春名艦長、第二艦隊参謀長などを歴任し、1917年、海軍少将。さらに、佐世保鎮次府参謀長、教育本部、第二部長、 第三戦隊司令官、陳海洋光部司令官、舞鶴洋光部司令官、練習艦隊司令官、佐世保陳治府長官、軍事参議官を経て、1928年、海軍大将となり、同年予備役編入。左から松平常夫、島田重太郎、小上峰一、自重長、百武第三戦隊司令官の時代に、言語が艦長を務める玉を指揮したことがある。 実直なサブローと奔放な言語の間には個人的に少々の圧力があったが、幕僚たちの間では息の合った兄弟の連携を称賛する声が多かった。1936年から1944年まで自重長として昭和天皇に仕え、辞職後は1946年まで数密古文館であった。百武は自重長であった。 鈴木幹太郎が2.26事件で襲撃されたため、選ばれた後任で伝統的に自重部官庁を歴任する陸軍に対する牽制のために海軍予備役大将の中から推薦された。絶大な信頼を寄せていた鈴木のリタヤに落胆した昭和天皇は百武とはいかなる人物かと百武を不安視する発言をしていた。しかし問題なく自重長を務め、 第三王女、高塚沙和子は、その婚姻に妻子百武家に預けられ、花嫁修行を受けている。なお長男、新安は、海軍少佐、長女は、金子茂寺海軍中将へと嫁いだ。三郎が自重長在任中に記した、百武三郎日記と三郎に関連する百武三郎関係資料は、2014年に発表された。 昭和天皇実録の編纂資料として採用され、注目されている。ありがとうございます。